はい、こんにちは、えー。今回もですね、ちょっとホーキングの問いっていうものを考えています。えー、スティーブンホーキングはですね、なんで、まあ、三次元世界にこの人は生まれてきましたと。で、外に世界があると。触ると、も、え、のー、があってあなたがあって移動できると。そして時間が流れていると。で、この外にある世界を人間は精神でそれを捉えて、 なんで精神でそれを捉えることがまずできるのか。そしてそれを計算したりですね、えー、ものの角度や、えー、幅とか速さ、えー、そしてその性質、光が粒であったり、光が、えー、空気のように広がるものであったり、そしてビッグバンが何もない真空から、えー、今現在で138億年の幅で広がってる、えー、時間と空間の玉であったり、これがさらに広がっていたり、なんで、 外にある世界を人間は自分の精神で計算したり考えたり測ったり予測したり過去を記録したりできるのかっていうことですね。これをホーキングっていうのは随分考えましたと。まあこれを宇宙は人間の精神の仕組みに対応して宇宙はできていると。宇宙は人間の精神は頭の中にあってそれに対応して宇宙はできていると。それを考えることができるようにですね。 えー、時間もそう、過去から未来に時間がなれることによって、過去に記録したことをどん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 進化させ、発展させることによって、えー、アリストテレスや、えプ、ー、トレマイオスや、ガリレオや、ニュートンや、が考えたことをさらに発展させて、蓄積していって、アインシュタインにあたってで、ニールス・ボアになって、それで相対の両者ができてくると。で、さらに、えー、ニール、 シュレディンガーやハイゼンベルグになってくると、そして不確定性になってくると、何もない真空というのもあって、なんでビッグバンが起こったのかっていう、ここに最終的には行き着くと、なんで外の世界の、えー、この進化の仕組みを精神が理解できるように、あるいはリンクしてるのかっていう、これをですね、ホーキングが非常に不思議に思いましたと。まあホーキングだけじゃないんですけどね、みんな、科学者は。これを人間原理論っていうんですけど、人間の精神と、 外の世界が一致してるっていう。これをですね、非常に不思議になったんですよ。まあこれ結局私の動画見てる人だったらわかると思うんですよ。本質的にある、本質にある無償法人、本質にある無償法人っていうのは、えー、前も言いましたけど、無償法人っていうのは何もないシンクであると。だけど自らが逆に無限性っていうもの。この無限性っていうのは、えー、最も果てのない大きな状態になった時、まあ、大きいとか小さいとかもないんですけど、 果てがなく、もう本当に薄い状態になったとき、その瞬間が何もない瞬間と全てがある瞬間が一致しますね。はい。で、その一致した瞬間の中にが、その一致した瞬間が何もないっていう無償法にあると同時に、最も大きな果てのない真空でもあると。で、何もない側から見ると、結局何も始まってないんですけど、えー、無限に、 ある側から、無償にの無限の側から見ると、その一つ一つの一番下の次元、三次元世界っていうものがありますね。何もないものがこう、バーンと無限に広がったと。そうすると、その広がった先っていうのは、無限の三次元世界が重なり合ってると、もうあらゆる生命体の世界があると。で、この世界をお釈迦様は、あそぎ世界って言って、もういろんな三次元世界、まあ、四次元、五次元、六次元、七次元までは形のある世界ですけど、そこには、えー、意識のあるもの、意識のないもの、 え、足のいっぱいあるもの、足のいっぱいないもの、あるいは卵生のもの、あの、肉体から生まれるもの、あらゆる生命体がいるっていう。で、その生命体が三次元に生まれると、えー、何もない精神の方が、その人の中に、精神の中に入ったように見えながらも、同時に外に世界も作ってると。えー、無償法人の、無償法人の方が、あれ、人の精神の中に入りながらも、逆に無限っていうものが、えー、 物質として広がっていると。ですから、無償法人というのはあなたの精神の中にあって三次元に行くと、無償法人があなたの五感を通して外に広がった自分の姿を見ることによって、それを計算することによって、速さとか、あと光の性質とか、あと時間と空間が過去から未来に流れているとか、それを計算することによって何もない精神は自らを外に計算し始めると。 で、この仕組みですね。そしてこの仕組みを書いたのがこれで、なんでまずこの世界が。だけどホーキングっていうのはこの世界がなんで何,何もない真空が生まれたのかってのはわかりませんでしたと。無償法任何もない真空が物質に変わる瞬間、無償法任が物質に変わる瞬間を樹木と言いますと。無償法任が物質に変わる瞬間を樹木って言うんですよ。で、 如来っていうのは、この瞬間を、あの、意図的に起こしてるんですよ。何もない無償法人が、物質に変わる瞬間を樹木と言いますと。わかりますこれ。えー、で、生まれた世界に、三次元世界が無限に生まれますよね。無償法人が物質に変わる瞬間を樹木って言って、それは同時に無限の世界が、えー、生まれたってことなんですよ。その瞬間、一人の如来が樹木を授けると、その瞬間、あらゆる如来が、 あらゆる世界で時期を授けたっていう瞬間と一致して、あらゆる世界が同時に生まれますと。と、その中にホーキングが生まれると、ここに書いてあるようにホーキングが生まれると、えー、宇宙はどこから来たのか宇宙はどのように、そしてなぜ始まったのか宇宙に終わりはあるんだろうか宇宙の起源と運命に関する基本的観念とは何なんだろうかって考え始めるんですけど、えー、なんで宇宙はこうなっているのかなんで宇宙を人間は 考えることができるのか、宇宙はどこから生じたのか、それともずっと存在してきたのか、時間はいつか逆転して結果が原因に先行することはないのかなんて、ホーキングは考え始めるんですけど、この樹木っていう瞬間、無償法人がですね、ボーンと無限に逆に変わる瞬間を作ったのが如来なんですよ。まあこれ言わなくてわかると思うんですよ。で、その瞬間ですね、あらゆる世界に皆さんが無償法人だったのに生まれ変わっていったと。 で、皆さん今この世界に来たと。で、無償法人はあなたの精神の中に入って、逆に無償法人は外に自分を見せ始めたと。外に自分を見せ始めて、無償法人はあなたの精神の中に入ったと。あなただけではなくて、あらゆる人の精神、無限の世界にの三次元に生きている人の精神の内側の方に、無償法人は自分が入ったと。それまで無償法人っていうのはもう一切のものであったと。 だけど、この無償法人に呪気を授けることによって、無償法人が相違点、ボーンと無限になりましたとで。この無限になったことによって、その一つ一つの三次元世界に生まれた肉体を持った生命たちは、無償法人がその中に入ったと。無償法人はその中に入って、逆に自らが外に形として見えるような世界になったと。で、無償法人はあらゆる人やあらゆる生命たちを通して、五感を通して、その外の世界について考えましたと。 なんで過去から未来に時間が流れてんだろうと。なんで宇宙空間は広がり続けてんだろうと。なんで光が粒になって速さがあるんだろうと。なんで人間に寿命があるんだと。なんで各、えー、重力によって時間の速さが違うんだろうと。いろんなことを考え始めましたと。とだけどホーキンにはなんで無償法人がビッグワンを起こしたのか、無限の世界を作ったのか、無限の並行する世界を作ったのかわかりませんけど、まあそれはですね、えー、最初とか、 えー、あととか、えー、中間ってないんですよ。もう、如来っていうのは、絶対普遍的な、その、一点、瞬間に生きてるんですよ。で、その無償法人っていう、その、えー、瞬間の中に、呪気を授けることによって、無償法人を、ボーンと無限にしてしまったんですよ。あらゆる如来は、あらゆる無限の世界によって、同時に、同一の場所で、あらゆる刹那において、呪気を授けて、それで無限にしてしまったんですよ。だけど、それを三次元世界に来ると、あっちの如来は過去の世界にいて、 この如来は、この世界の過去にいて、この如来はこの世界のここにいて、お互い肉体を通して話ができるとか、いや、さらにその昔には、えー、現一切世間という偉大な三次元世界があって、そこには雲来応物がいっぱいいたと。雲来応物っていうのはあらゆる世界にいる本物の如来たちがいっぱいいたと。こういうふうにですね、この世界に入ると、えー、同時にすべていた如来が過去にいた。ここの三次元世界の過去にいた。ここにいた。あるいは、 像法にいたあるいはさらにもっと向こうの方にもいろんな如来がいると。こういうふうにですね、時間的な、こう、過去、未来、現在とか、こういうものができるんですよ。それによってですね、あの、一応、僕ら、私たちは、三次元世界にいると、えー、過去の如来があっちに行って、えー、阿弥陀如来がいたりとか、薬工如来がいたりとか、ポーナノポーキ如来がいたりとか、あっちの世界には大通常物がいたりとかって言うんですけど、それは無償法人から見ると、もう同時にすべてそこにいるんですよ。 で、その、如来たちが同時に、えー、ある瞬間に、儒悉を授けると、無償法人は、ボーンとあらゆる世界を作って、で、ここの世界に生まれたっていうのは、ここの世界に生まれたっていうのは、まあ、シャーカム如来のビッグマンで生まれた人、あるいはシャーカム如来の前の、雲来王いを打つの、命令によって生まれて、何回も生まれ変わってきて、この世界に自ら来た、ニュあ、菩薩がいて、そうすると、この三次元世界から見ると、この過去にはシャーカムニがいて、 イエス如来がいて、私がいて、さらにその別な世界には、雲来御物がいて、大通障物がいて、薬王如来がいて、えぇ、ー、阿弥陀如来がいて、なんて言うんですよ。ですから、ここから見ると、えぇ、ー、阿弥陀如来とか、えー、薬王如来とか、みんな未来物になるんですよ。未来物に。みんな未来物になるんですよ。あと、過去物にもなりますね。その過去物も未来物同時に出てきてしまったのが、他方如来ですね。だから、三次元世界って非常に重要なんですよ。 で、これを学ぶことによって、時期によって、あらゆる瞬間、同時に、如来によって、すべての如来によって、時期が起こされたことによって、無償法人が、無限の世界に転化したと。で、あらゆる、そうすると、この世界から見ると、あっちの如来の世界が過去であるとか、こっちの如来の世界がどこにあるとか、こっちの世界はあどこにあるっていう、こういう分別ができるんですよ。時間的に、過去、現在、未来の。こういう便利な仕組みになってるんですよ。で、この仕組み全体を学ぶのはこれで、 この無限の如来たちが未来物としている世界が、えー、虚空界ですねで、この未来物たちはどうして、えー、未来物になったかったらあなたが、えー、シャーカム如来を生まれますから儒器をもらって菩薩になってビッグマンを起こしていろんな世界で勉強してあなたも如来になりましたとで、あなたが如来になって弟子たちを下脱させ無所法になって儒器を授けたその瞬間っていうのは実は三次元世界がなくなると 他の如来たちと同じその瞬間なんですよ。釈迦ー尼如来、えー、天皇如来、あらゆる如来が同じ瞬間に熟慮を授けて、その三次元世界にどっかの無限にある三次元世界の一つに行くと、あの如来は過去にいたらとか、この如来は未来にいたとか、あの如来はこの三次元世界の過去にいる社会如来だとか、こういう分別がつくんですよ。です。無償法人の状態ではその時間とか空間とか、始まりとかプロセスと、えぇ、ー、と、あと、そのすべてが、 えー、無償法人戻った状態っていうのは、分別がないんですけど、えー、無償法人に、あらゆる如来が儒気を授けることによって無限の世界が生まれると、ここの世界はシャカ如来の正法にした末法の三次元空間で138億年の、えー、大きさがあると。三次元世界ですね。時間がかっこから無にあるて。だけど、えー、薬師如来の世界はあっち側にあって、こっち側にあのは、えー、 なんとかに来の世界で、こっちがにあらあなっちゃう世界。こういうふうに分別ができるのが、えー、無限の世界なんですよ。だけどそれは無所本人から見ると、それはもう何もない同時にした。情報がすべて一つになった、何もない状態なんですよ。ですけどその状態だと何も分かんないから、えー、如来っていうのは、弟子を下脱させて、自分を下脱してて、無所本人の状態を作って、そこに住居をさせて、こうやって、ボーンとやると、それはもうすべての自分の弟子たち、さらにその先の如来たちも、その先の如来たちもすべてが同時に、 時期を授けた瞬間であって、その中に無限の世界があって、その無限の世界の一つに入ると、あっちの女来は過去にいると、こっちの如来は見来けにいると、あっちの女来は過去にいると。こういう分別がつくんですよ。で、この全部の如来が集まったのが、えぇ、ー、如来の全身が一個になって収められている無償法人の状態で、この世界は情報にならない無償法人の世界だけど、この世界に、えー を人工的に作って、弟子を下脱させて、自分を下脱して、無償に存在して、人工的に作ることによって、そこに儒教を授けることによって、無償の世界が同時にバーンと生まれると。わ、書ります、これ。こういう趣味なんですよ。それで、その世界に行くと、えー、無償国はこの精神の中に入って、あ、そっか、俺は無償法人なんだと、実態はないと。この世界は仮想の世界であって、無償にである俺は、 この世界に来て、この時間と空間の中に入って、過去から現在に未来が流れて、未来に現在が流れるとで。その中で過去の如来のえ法華経を学ぶことによって、この世界は実は無限の如来たちが未来にいて、そして自分も釈迦から磁気をもらって、その如来になると。その未来の如来たちが全ていて、この ご結教が素晴らしいもので、これが本物で、あなたが如来になる、これが出発点で、これを学ぶために、あなた、過去に受給をもらって生まれてきたんだよっていう。で、これを学ぶことによって、この無償法人のビッグマーを起こス性質、そこから、えー、無限の始まりが起こると。で、プロセスが起こると。そして、受給を授け終わると。そして、無償法人の状態があると。これを極右化を通して理解していくっていう、こういうプロセスが始まるんですよ。ですから、ホーキングが最初に言ったように、 なんで精神が、無償法人が人間や他の空間にいる生命の世界の、もその人の内面性の中にあって、五感で外の世界として見て、それを計算したり考えしたりすることができるかっていうのは、無償法人を、にビッグバンを起こしてあらゆる世界に菩薩たちを生み出して、その菩薩たちが法華経を学んで、外の世界に、あの、言葉として、えー、この4段階の仕組みを理解すると。で、その音質には何もない無償法人があると。 で、それを代々ですね、広めていって、あらゆる三次元に広めていって、あらゆる人を悟りを開かせて、如来にすると。で、その如来たちもすべて、儒教を授けたその瞬間が、無償法人が無限のビッグマンを起こして、あらゆる世界で、えー、菩薩になったと。で、さらには如来になったと。で、その如来もすべて、えー、 無償法になってしまった。その何もない如来が一個になった状態が無償法になるけど、そこに磁気を起こすことによって無限の世界に生まれて、その一つの世界を読めると、あらゆる世界が過去にあったり、あっちの如来、こっちの如来になったり、別れたりすると。で、この世界を通して、これを読むことによって、全体のつながり、4段階の無限の仕組みがあって、その下は何もないっていう。 何もないからこそ、磁気を授けることによって、無限の世界を生み出して、その一つ一つの世界に行くと、あなたは、如来になったり、菩薩になったりして、過去にこういう如来がいたと。過去にあんな如来がいたと。で、未来仏もあんなにいると。こういうポジションを作るためですね。で、無償法人はそれを学ぶことによって、ああ、自分は、こう、その一つの時間の流れの中で、過去に何々如来から磁気を授けてもらって、何回もあれかあって、自分はそれで、無償法人になったんだと。だけど、無償法人でいちゃいけないから、 自分も如来になって、受教を授けて、無限の世界をさらに無限に広げていこうっていう、こういう仕組みですね。こういう仕組みができてるんですよ。ですから、えー、ホーキングがなんで外に見える世界を精神が理解できるかっていう、外の見える世界を精神がリンクしているのかっていう、この修行を思ったんですけども、それはですね、意図的に如来たちが無償法人を作って、その無償法人の中に 時期を授けるのって無限の世界をひろ作ったことによって、この世界、あっちの世界、こっちの世界、あっちの世界があるようにしたんですよ。で、過去と現在未来を作って、それで過去の世代の教えを学んで、この全体の仕組みを学んでいけるように作りましたとしたと。はい。わかったでしょうか今日は以上ですも。